から大声を出すと元気になるって渡辺のおじさんが教えてくれたんだ。指揮官も一緒にやってみる？ちょっと、仕事は一旦ストップしてもっとナナミのことを見て。ナナミは仕事よりもずーっと面白いんだよ。指揮官、構ってくれないとナナミ怒っちゃうよ。もしナナミが気絶したらお姫様抱っこだからね。指揮官、ナナミを忘れないでね。見て、すっごく明るいお星様があるよ。人が住んでたりするのかな。もしかしたらあそこにも指揮官みたいな人がいて、こっそりナナミを見守ってくれてるのかもね。宇宙の究極の数字知ってる？ブブー、73、ナナミだよ。今日は一人かくれんぼに挑戦です。ん？一人でできるのかって？だって一人だったら誰にも見つからないでしょ。必ず勝てるもんね。指揮官もやってみたい？じゃあ絶対にナナミを見つけるって約束してね。ナナミ、プレゼントっていう思い出をいっぱいもらったの。だからそのお返しに、ナナミがみんなに未来を送るよ。ふっふん、指揮官の連打などナナミには止まって見えるよ。わあ、やめてよ。ナナミ、かっこいいセリフを言ってみたかっただけなの。指揮官の連打などナナミには止まって見えるよ。わあ、やめてよ。ナナミ、かっこいいセリフを言ってみたかっただけなの。